はいのみなさん、こんにちは。スターディーのコーナーゲントです。今回扱うのは、ちょっと変わった整数問題。m の n 乗イコール n の m 乗を満たす異なる自然数 mn の組みを全て求めよう。この問題ですね、式の形自体は結構シンプルなんですけど、実はですね、置き方はかなり独特なんですよ。この問題自体はかなりね、有名な問題なので、そのね、考え方っていうのを楽しんでもらえたらいいなと思います。 それでははじめに、整数問題を考えるにあたって必ず押さえてほしい3パターンがあるんですね。不等式で範囲の絞り込み、倍数余りの利用、因数分解で積の形、この3つのパターンが非常に重要と。まあこの詳細については、えー、さらにね、他の動画だったり、あとは徹底基礎講座の方でも使っているので、そちらをね、えー、参考にしてもらえればいいんですけど、今回ですね、この問題に関して、この3つのパターン、どれも使えないんですね。そういった意味で、かなり特殊なんですよ。めったにないからね。 で、えー、これ、整数問題に限らずなんですけど、数学の問題を解くにあたって非常に重要なことっていうのが、 実験してみるってことなんですね。まあ、問題を見たときに、この問題どうなってるんだろうっていうふうに手を動かしてみる。で、ちょっと実験してみると、簡単にね、2の4乗イコール4の2乗っていうね、セットを見つけることができるわけですね。ただですね、今回答えが2と4の組だけなのかって言われると、それはまだわかんないので、他にないかっていうことをしっかりと証明していかなきゃいけない。でも、この丸一から丸三のパターンが使えない。そこで何を考えるのか。この式って M と N について対象じゃないですか。 なので、その対称性を利用して、m と n をうまく分離してあげるってことを考えるんですね。まあね、どういうことか分かんないと思うので、m の n 乗イコール n の m 乗。まあこれ、両辺正なので、ログを取ることができますね。ログを取る理由っていうのは、指数部分に文字が入ってるわけだから、それを下ろしていきたい。そうしたら、n ログ m イコール m ログ n と、こういう形になって、これを 両辺ね、mn で割ってみましょう。まあ、mn はね、絶対0じゃないので、割ってあげると、m 分のログ m イコール n 分のログ n という形になるんですね。これって、まあ、m と n がきれいに分離されて、同じ形ですよね。同じ形っていうのは、この両辺っていうのは、fx イコール x 分のログ x っていう関数を考えたときに、この x に m と n を入れたものですよと。それが等しいっていう風に言えてるわけですよ。 ま、このね、例だとちょっと難しいと思うので、まずは簡単な例から。m2 イコール n2 となる異なる自然数 mn の組みを考えてみます。これっていうのは、fx イコール x2 っていうのを考えたときに、fm と fn が等しくなってるよってことですよね。で、ここで、fx イコール x2 っていうグラフを考えてみます。このグラフにおいて、x に m を入れたもの。この y 座標、ね、fm っていうのと、x に n を入れたもの。 っていうのが等しくなってますよと。こういう関係が成り立ってるわけですね。とすると、これ、イコール K みたいな感じで置いてあげれば、結局ね、FX イコール K っていうグラフと、2つの交点を考えてあげることによって、こっちが N、こっちが M、あるいは MN っていう風に考えることができるわけですよ。なので、グラフを書いてあげることによって、視覚的に目で見て、Y 軸にね、対して対象のところに M と N があるんだなってことが分かるわけです。 これと同じことをこの問題についてやってあげると、fx イコール x 分のログ x っていうグラフを考えてあげて、それに x イコール mn っていう異なる値を入れたものが等しいんだっていうふうに見れますよね。 なので、y イコール x 分の log x っていうグラフを書くことを考える。まあ、ここはね、数算の範囲なんですけど、まあ、こういうものがあるってことがえ分かればいいかなと思います。まず、真数条件と分母が、ね、0じゃないっていうことから、x の定義域っていうのは0より大きいというふうに確定される。で、このグラフを書いていきたいわけで、当然、微分しますよね。まあ、このね、分数関数の微分法っていうのはもう公式としてあるので、まあ、ただそれに沿ってやってあげればいいと。 ま、これ計算すると、x2 乗分の1マイナスログ x っていう風になるので、ま、増減表を書くことができる。これイコール0を解いてあげると、結局ログ x が1になればいいので、x はいいと。この時に、え、微分値だね。え、y' の値が0になる。その前後で、プラスからマイナスに変わっていきますよと。まあ、あとは、x が0の時と無限の時の極限を取ってあげて、 x 分のログ x の x を0にね、えー、近づけてあげるとマイナス無限に。無限に近づけると0になるんですね。まあ、このね、詳細っていうのは省きますけど、この部分がマイナス無限、0と。そしてこの値が e 分の1になる。っていうことから、これグラフを書くことができて、y イコール x 分のログ x のグラフはこういうふうに書けるんですね。で、ここで一つ重要なのは、この x 接片。 x 分のログ x イコール0っていうのを解いてあげると、ログ x が0なんで、ここが1になると。で、この e っていうのは大体、だいたい2.718点点点と、まあ、こういう,うね、値を示すっていうことをね、注意してあげて。で、あとは、fx イコール x 分のログ x に x イコール mn を入れたものが等しい。ということは、ね、その値っていうのを、なんか k みたいに置いてあげると、ここの2つの交点の片方が m。 もう片方が N だということがわかりますね。まあ、この K が仮に0以下のとこだったら、グラフと1箇所しか交わらないわけだから、M、N っていう異なる2つの値っていうのを出すことが無理だと。じゃあ、これね、M と N っていうのは、そのうちの片方が必ず、こっち側。この範囲にあるということがわかるので、その時点で1から E、1から2.718の間の数。すなわち、片方が2。 であることが確定するわけですね。あとは、この m イコール2に対応する n っていうのが、まあ、このグラフを見てあげると、一つしかないっていうのは明らかですね。で、そのね、一つしかない値っていうのは、さっき実験で見つけた通り、2の4乗イコール4の2乗。だから m が2で、n が4ということがわかるわけです。こんな感じで今回、m の n 乗イコール n の m 乗っていうのを、まあ、m と n を分離してあげて、fx イコール x 分の logx っていうグラフを考えることによって、グラフから求める。 ねかなり独特な方法で解いてきたわけなんですけどまあね、えー、理系の中ではこれかなり有名な問題なのでしっかりとその考え方を押さえてもらえたらいいかなと思いますということで今回ちょっと変わった整数問題を解説してきたんですけど、えー、今後もねこういった面白い動画を投稿していこうと思うのでぜひチャンネル登録高評価そしてこういう動画撮ってほしいよっていうものをコメントに残してもらえると嬉しいですということでまた次回の動画でお会いしましょう